アイテム番号 SCP-406JT。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-406JT を中心とした半径 30km 圏内は特定海域 406JT に指定されており、未確認の暗礁と海賊の出現という2つのカバーストーリーに基づいて封鎖されています。海域の境界線付近を航行する全船舶の動向は、海底に敷設された音響哨戒網と機動部隊ロ11幻船団の巡視によって漏れなく監視されなくてはなりません。海域内の機雷源から機雷の流出が確認された場合は、プロトコルダイオラマに基づき迅速に処理を行ってください。特定海域 406JP 内への侵入を許された船舶は現在 SCPS 入道のみであり、なおかつ調査目的に限り、無展示を除き、海域の半径 20km 圏外までと規定されています。調査中に SCP-406JP、コウ、オツ、テイが出現した場合、巡視中の財団船舶は対象の射程外より攻撃を加え無力化を試みてください。特定海域 406JP 内に突入し、入道の海域離脱を援護してください。海域内で発見された漂流物、機雷を除く、はすべて回収し、危険物を除去した後 I5 サイト、8131へ輸送してください。説明、SCP-406JP は、東経136度、分、秒、北緯16度、分、秒の位置に存在する当初です。その上空、高度約200メートル以下、および水中を含む全域が、常に蜃気楼または陽炎に似た光線屈折現象を伴う空間異常に覆われているため、海上からの目視、航空撮影、サーモグラフィなどの光学的手段では島の正確な面積や地形を把握することはできません。接近調査に投入された無人機や人員はいずれも異常領域内への侵入と同時に通信が途絶し、ことごとく未帰還という結果に終わりました。また SCP-406JP は所属不明の艦船群、詳細は口述、と機雷源によって周囲を封鎖されており、過去に行われた島内探査の試みはことごとく妨害を受け失敗、ないしは中断を余儀なくされています。SCP-406JP に関連する艦船、SCP-406JP、コウ、ウライ型解剖艦に酷似した外艦の武装艦艇です。偽装、兵装の配置も概ねウライ型のそれに準じますが、銃砲類はすべて閉鎖式砲塔に収められている上、その性能、発射速度、貫徹力等、は大きく向上しています。船体も非常に堅牢であり、その無力化ないし撃沈には未だ成功していません。特定海域 406JP の 15km 圏内にある程度のサイズを持つ人工物が侵入すると、直後当船舶が SCP-406JP の沿岸に出現しその迎撃を行います。出現数は状況によって変動し、これまでに確認された最多の出現数は8隻です。SCP-406JP、オツ、旧日本海軍が保有していた11メートル内下艇と同一の上部構造を持つ艦艇ですが、推進機は形式不明のウォータージェットに換装されており、船体には折りたたみ式の全没型水中翼を備えています。これにより海上を超高速2で航行することが可能です。平時は2、3隻がランダムな航路で海域 25km 圏内を航行しており、巡視を行っているものと推測されます。当船舶は通常、SCP-406、コウ、ヘイ、テ以外の船舶を確認する3と即座に SCP-406JP の方向へ逃走しますが、高速艇による追跡を試みたところ、数分後に SCP-406JP、オツは突如転身して艇に衝突、高速艇のみが完全に破壊される結果となりました。当船舶は海域内への船舶の侵入とその SCP-406JP への接近に応じて際限なく出現数が増加するため、特に警戒が必要です。SCP-406JP、へ、ひどく汚れ損傷した船名不詳の 2A 型戦時標準船です。およそ半年ごとに SCP-406JP の沿岸に出現。
最短ルートに11ノットの速度で航行して海域からの離脱を図りますが、その試みは常に当船舶が海域 20km 圏内を越えた直後、 SCP-406JP 高オツ艇の攻撃によって撃沈されることで終了します。しかし次回の出現時には問題なく航行可能な程度に修復されており、撃沈以前と同等の性能を発揮します。無人航空機及び無人潜航艇を用いてその越境から沈没までの経過を連続調査した結果、当船舶はマストの先端まで完全に海面下に没した直後、いくつかの小さな破片を残して瞬時に消失していることが判明しました。フロップマンが当船舶への乗船と捜索を行ったところ船内は無人であり、環境にはソーダ輪のあるべき位置にレンズ式プラネタリウム投影機の構成玉に類似した直径 1.7 メートルの機械装置が設置されており、その基部には、S5 受信機、オツ、と打刻された金属製銘板が取り付けられていました。文書 406JP32 の記述から、当船舶は、編集済み、との関連が推測されます。SCP-406JP、定位、全長約20メートルの小型潜水艦です。船体の形状は海流級特殊潜航艇に類似していますが、環境は大きく異なり、かつ類似したサイズの現行潜水艇と比較して極めて高い運動性と隠密性を備えています。推定12隻が特定海域 406JP の 20km 圏内に常駐しており、その内側に侵入した水上、水中標的を魚雷、有線誘導式と推定で攻撃するほか、SCP-406JP を破線円状に取り囲む機雷原の敷設も担当しています。当船舶は夜間不定期に海域内のランダムな座標に集団浮上して数分ほど会合を行いますが、発光信号や無線通信、乗組員の活動といったものは確認されておらず目的は不明です。セキュリティクリアランス確認。SCP-406JP、ボ、SCP-406JP 内部に存在が示唆される第5の船舶です。1900年に海域内で回収された財団エージェントの手記、参照文書 406JP32 によってその存在が判明しました。手記中の記述によれば、当船舶は明治から大正時代のものに似た外観をした3型不明の戦闘艦であり、喫水戦火を途中に埋没した状態で SCP-406JP の陸地に固定されています。そのような状態であるにもかかわらず外部構造に損傷は見られません。さらに当船舶は無線機を介して日本語による意思疎通が可能。エージェントが要求した物品の一部を未知の手段で供与するなどの超常的特性を備えています。しかし SCP-406JP 内を探査する過去の試みは全て失敗しているため、その実在は確認されていません。ポイ1、事例 406JP。26要約。1912月10日、衛星写真の解析により、SCP-406JP、平が特定海域 406JP の 18km 圏付近を数日間漂流していることが確認されました。直ちに巡視中の SCP-S 黒尾から搭載機によって調査隊が派遣されましたが、降下から15分後に当船舶が沈没し始めたため調査は中断されました。以下のリストは調査中に発見されたものとその概要です。白ペンキで、QUI、VEUT、PEUT、と書かれた基板。縦 110cm×横 36cm×厚さ 1.4cm。全部甲板上で発見。回収後の調査では超常的な特性は確認されませんでした。長径3号の茶封筒。便箋入り環境内で発見。超常的特性なし。便箋の内容は以下を参照してください。注意。原文は和文タイプかつ縦書きです。背底、下半一寸断論に達し候楼の節。妙義君より、別府一通ご委託を受けてまり候楼ゆえ。拙者自身持参お届け申ししやぐべき神帝のところ、ムコルケイの身のため、事実愛のびび候楼につき。不本意ながら犠牲風なビーヤにて定常つかまつり候。みことつてとうは、V
後日参考の上、カンカン申しやぐべく候。配具。後期2600年12月6日。ジッパー付けポリ袋。ジッポ型オイルライターと防水主張入り。貨物クラウチで発見。頂上的特性なし。調査隊員は、これを拾った途端に船底が割れて浸水が始まった。と証言しました。手帳の内容は文書 406JP32 を参照してください。ポイ2、文書 406JP32、エージェントの指揮。セキュリティクリアランス確認。尾行、当文書は可能な限り原文の記述を忠実に転写しています。1900年6月9日、私は今、島のホラー穴にいる。激しい波に揉まれて船から落ちたが、どうにか岩場から上陸できた。磯伝いに砂浜まで移動してみたところボートに積んでいた装備のほとんどを発見。だがボートはなかった。今はひとまずが消したのホラー穴を拠点とし、装備の点検をした高級速する、寝袋、セルト、折りたたみ水筒3枚、腕時計、浄水場1袋、下着とタオル1揃い、カメラの交換レンズ、手帳、PCR、無線機と付属品、長距離アンテナ接損、URC-10 無線機、ナイフ、防水マッチ、MRE 5日分、ロープ、20メートル足す5メートル、L 型筒と電池6つ、簡易釣り竿、拳銃1丁と弾28発、手袋、双眼鏡、ペン3本、所持品は以上。カメラとコンパスを失ったのが惜しいが、下手なりに絵でも描こう。方位は太陽でわかる。明日は島内に入る予定。6月10日、早朝無線更新を試すがノイズまみれで一切通じず、島の調査に移る。浜を挟んだ反対側の岩場に崖をジグザグに登る道、人工だろう、を発見。登った先は針葉樹の林、防風林だろうか、かなり高層だった。散策してみたが人影や人家の類は発見できず、念のため足跡を消しつつ日暮れと共に帰る。6月11日、朝食後無線を試すが相変わらず普通。再度林の調査へ。この林は広い。試しに木に登ってみたが、島の中央にある小高い山までずっと続いているようだ。港があるのは山の反対側だろうか。あるいは船が入るような大洞窟がどこかにあるのかもしれないが、少なくとも保証を島全体によこすほどの規模はないらしい。ひとまずは安心か。6月12日、夜明けとともに飯を食い林に行ったが、杉と松の木ばかりで食えそうなものは見つからなかった。動物も、そろそろ食料が心もとない。水は1月くらいタブで賄えるが、いずれ釣りや狩りをせねば。6月13日、午前中は釣りの予行演習をしたが釣果はゼロ。それにしてもこの島には不自然なほど動物がいない。普通潮たまりがあれば貝や小魚がいるし。そうでなくたって岩場に船虫くらいはいていいはずだ。様々な生物のコミカルな絵が描かれているが、それらはすべて×印を上書きされている。22時半頃に遠くで5連続の砲声を聞いた。ここからでは船影は確認できず。6月14日、森の調査を行う。できる限り歩き回ったが成果はなし。帰る途中、何も書いてラベルが貼ってない金色の缶詰が大小5つ落ちていた。一つ開けてみたところ中身はたくあん。罠かもしれないので缶を放置し、岩陰に伏せて1時間待った。文字通りの意味で小鳥1匹。虫1匹も近寄ってこなかった。缶を回収しねぐらへ、追記。開けたたくあんだけ夕飯の足しにしてあとは保管した。毒入りなら日記はこれで終わりだ。6月15日、今日はとても船の行き来が多い。それも軍艦ばかり。まるで艦艦式。実際見たことはないが。ほとんどは WW2 頃のものらしい小さめの船で。たまに恐ろしく足の速い漁船が通る。見つかる危険があるため。今日はしばらくここで待機。このページは以下すべて艦船のスケッチで埋められているが、粗雑ゆえに種類、形式の判別はできない。
昼過ぎから往来がぱったりと途絶えたので再び森へ行き、そこでまた缶詰を拾った。それも7つ。哀れな人間に餌を恵んで一体何がしたいのか。どうせならタバコの一本でもくれてほしいものだ。追記。今日は鶏飯と福神漬けを腹いっぱい食った。うまい。毒があったらそれまでだが、それでもいいさ。6月16日、なんとまあ、ねぐら近くの浜で真っ白い紙箱に入った両切りタバコ3箱と使い込まれたジッポもどき。そしてピカピカに磨かれた木のタバコホルダー。長さ約10センチメートル。を拾う。ライターは中も外も真鍮製らしく。そこにアポロライト、筆記、スーパーライター、ブロック、と刻印されていた。この、お恵み現象、は明らかに意図的なものであると確信。これについても要調査。しかしオイルライターに麺と油を入れ忘れるなんて、よほどの物知らずか皮肉屋だろうな。結局自前の火を使った。久々の一服はきついがうまい。多分6月18日、時計が正しいとすれば昨日一日眠ったままだったらしい。これも超常現象か。それともタバコのせいか、荷物や体に異変はなかった。眠りすぎたせいか体がだるい。動く気が起きないが無理やり外に出たら、後ろに棒が生えた黒くて四角いものが3つ。横一列に並んで沖を横切っていくのを見た。多分潜水艦の環境。上陸して1週間と2日。いい加減成果を上げねばなるまい。ここを離れ、島の反対側に向かう。急いでこれから荷造りだ。波間から覗く SCP-406JP。低山積の環境が描かれている。6月19日、何キロメートル進んだか確信はないが、ともかく今は森の中で寝転がっている。今朝出がけに浜を見たら缶詰が5つ。ありがたく頂戴して出発。2時間ほど歩いたところで森が途切れ、5坪くらいの小さな綿花畑に出くわした。気味が悪くて急いで通り過ぎたが、今思えばライターに詰めろってことだったのかな。妙なところで気の利くやっこだ。今は夕方で風と外れの音だけが聞こえる。気温はそれなりだがうすら寒い。今日はコルトを抱えて寝る。6月20日、昨日は妙な夢を見た。いきなり牢屋に入れられてよく覚えていない。今は昼で、山にかなり近づいた。小さな池。そう、生き物はいなかった。を見つけたので水を汲みたいを拭いている。ここに来る途中に錆びたボンネットトラックの残骸を見つけたが、近寄らずに通り過ぎた。その鼻先に金色の星がくっついてたからだ。旧軍かソ連か。どっちでもどうせろくなことにはならない。だろ、追記。その後やっぱり後戻りして漁った。荷台には例のごとく缶詰の山。助手席には真新しい布包帯。そしてタンクの中にはガソリンが満杯。そこまでしてライターを使わせたいか特徴。ページの右下に蓋の開いたジッポライターの絵が描かれている。6月21日、小休止中。島に来て初めての曇天。周囲はガレ場になってきた。雨が降らないうちにここを通りたい。つい、無事通過。多少迂回したがなんとか山を越えた。ここから先に現象の正体があるはずだ。ついつい、目の前で日が落ちている。晴れたので分かったが、太陽の軌道が変わっている。間違いない。6月22日、今まで北だと思っていた方角から日が昇った。用心深く進んでいるつもりだが、相変わらず生物の気配はなく森の様子も変わり映えしない。木に登ってみたところ、森の先に大型のアンテナのようなものが3つ立っているのを発見。数十メートルはある。あんなでかいのを山越えの時に見つけられなかったのは少し妙だが、ともかく、やっとこさ目的地が見えたってことだ。6月23日、この日はまた1日寝てたらしい。時計の故障か。もう5年使ってる。ハードに。やはりこの島の現象か。寝覚めがやたら爽やかで、ワクワクした気分で起きられたのが不思議なことだ。6月24日、半日かけてアンテナの元にたどり着いたが、これはアンテナではなくマストだ。森が途切れた先に明治。大正時代のものらしい軍艦が綺麗なままの原に埋まっている。信じられない。
双眼鏡で観察した限り周りに人気はなく、超常現象も見られない。行くべきか行かざるべきか。統計時の下側に、基地水線直下まで地面に埋まった3本マストの船が描かれている。マストに帆は張られていない。船腹が大きく横に膨張していることから、当船舶はタングルフォーム構造であるものと推測される。つい、やめておこう。森の中を迂回して進み、このまま対岸に向かうことにする。ついつい、予想より早く半日も経たずに港に着いたが、ここは乾村の漁港みたいな廃墟だ。基地なんてない。船といえば不当に錆びたのが一つ転がってるだけ。動いてるものは何一つない。こんなはずじゃない。別の港があるのか？急に疲れてしまった。頭が重い。どこか落ち着ける場所で休みたい。恐ろしくはっきりした夢を見た。昨日見たあの船が俺を呼び、静かに助けを求めていた。疲れで見た悪い夢かもしれないし、俺をおびき寄せる罠かもしれない。本当は島を回って他の港を探すべきだろうな。考えることが多すぎて辛い。俺が助けてほしいくらいだ。でもここには誰もいない。決めるのは俺だけ。6月25日、例の軍艦に接近し、偶然ながら無線機を通じて意思疎通に成功した。こいつは、アンネビー、と自称しており、イントネーションはめちゃくちゃだがともかく日本語で話ができる。アンネビーは艦隊を追放されて文字通り島流し、奴は、陸夫、という単語を使ったが、御用のはずだ、にされた身で、当該の船はすべて自分を監視しているという。そして船内には入るなと何度もしつこく言われた。喋る船なんて幻聴にしても陳腐なものだが、これが俺が見聞きした事実だ。あんまりうるさいもんで質問できなかったのが心残り。だが久々に誰かと話せたので気分はいい。つい、アンネビーのイントネはフランス人のそれに似てるかもしれない。何かの手がかりになるか。統計時の余白に、アンネベ、アンネビー、アンナビー、アン、ネビー、という記述あり。意図は不明。6月26日、今日はアンネビーに改めて聞き込みを行う予定。艦隊とは、その目的は、規模は、おめぐみ現象は奴の仕業か、なぜ追放されたのか、この島は何なのか、きっと答えてくれるだろう。念のため証拠のタバコとライターを持っていく。続く6ページは未記入のように見えたが、精密検査の結果各ページは喉側 0.5 センチメートルの位置で裁断され、寸法や罫線の位置を精巧に模倣した。紙質の異なる別の中紙を剥ぎ合わされていることが判明した。で、とやらを探しているらしいが、俺には奴らには別の目的があるように思える。アンネビーは騙されているのではないか？ SCIP に肩入れしすぎた。反省、冷静にならなくては。追遊班中にアンネビーよりコンパスと新しい手帳、鉛筆2本と質の悪い砂消しゴムをもらう。カメラも出すよう言ったがダメだった。基準がよくわからないが、奴も万能ではないらしい。6月28日、昨日の件について再び考えたが、やはり俺はここに残ろうと思う。いわゆるオブザーバーとして、先日の応対でもわかる通りアンネビーはとても協力的で、恐れるべき艦隊から我々側への亡命を希望してすらいる。俺が先に戻りたいなら船を手配するとまで言ってくれたが、偶然上陸できたこのチャンスを逃してまで俺が戻る必要はないと俺は結論した。代わりにこの手帳を奴の手配した船に乗せて当該に流すことにする。外の現状はわからないが、きっと見つけてくれるだろう。用なしのライターも、おめぐみ現象のサンプルとして入れておく。この島の記録はこれで一旦終わるが、俺は今後も奴と対話し、その特性の源と蜃気楼を消す方法を探る。今後も報告を行うので次の船を待たれたし、確かめ、収め、保つ。代理人、田江義。以降のページは白紙。ただ一最終ページに以下の文が存在した。これも原文は和文タイプ縦書きであることに注意。
宿泊、昨今の形勢にてはひならず出館の対名下り候らわん、の後にいたらば国別所を差し出さんまあいなく気の存じ候につき一所差し上げもうし候。ご存じのごとく艦隊は兄弟にて優勢なる断れに倍し戦艦初く新式にて美法万端鋭利と聞こえ候。これらを比すれば新端日に寒く候。海戦はさらに機械的ゆえ称賛は我彼に一歩いなす北だると考え候らえば自分ら必ず戦没と覚悟いたし候。しかれども操縦18社の術あるいは我彼にすぐ乱海ささか頼みに存じ候。とにかく国家存亡にかかる大役なれば満行の姿勢を尽くし一位ただ戦うべくつかまつり候。これぎはご安心くださり没後は何とぞ耐えよし君の上よろしく式立てまつり恋願い候。頓首。後期26年6月29日。二神。生存に達す限り派陰心に達すべく候らえども知らせたゆゆれば戦没と思い召し下さるべく候。裏表紙の内側、中央に、艦隊司令部、さえつづみ、という縦書きの朱印が押されていた、吹き、エージェント、耐え吉は1900年6月に実施された9回目の SCP-406JP 探査に参加した人員の一人です。SCP-406JP、蝶との衝突でボート、席を、食来で、席を喪失し、残る1席も海岸線へ到達する直前に消失したことから、探査は失敗したものと判断されていました。記録の発見によりエージェント、耐え吉の状況は、行方不明、から、任務行動中、に修正されました。付記に、1900年6月11日の出現事例以降、SCP-406JP 平和出現直後より即座に SCP-406JP 公、オツ、デイの攻撃対象となり、いずれの事例においても海域 10km 圏以内で撃沈されました。さらなる文書記録を回収するため、SCP-406JP 平への強行乗船及び1900年6月11日以降の沈没地点の海底探査が計画されています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。